お疲れ様です。今日はですね、こちらメガナイトディガポイやっていこうと思います。さあ、というわけでもちろんね、フェニモンもね入ってはいるんですけども、まあ、新しい、まあ、ディガポイというわけでやっていきます。で、緊急調整が来て、フェニックスの HP がね下がりました。はい、 HP じゃねえ、ごめんなさい、卵の HP です。はい、34% ぐらいだっけな。はい、下がったので、フェニックスの卵はウッドだったりロリババですね。まあその2つかな。で、ワンパンできるようになりました。で、ヤナメとかだと今まで通り壊せるよと。で、雪玉だったりザップだと壊せません。はい、なので、まあ、間接的にウッドロリババの強化が入ったって感じかな。はい、まあ、なので今までだとやっぱこうすごいねゴリ押し形組まれて、まあ、レイジーフェニックスされるとフェニックス倒してもいやもう卵無限やみたいなのがありましたけども、おおマジすっげえ来るっすね、ありましたけども、まあそれをね阻止できるように、まあ阻止しやすくなったって感じかな。卵にウッド打てばいいだけなんで、これっすね。今までだとこれ絶対残ってたんですよ。そうでもこれが処理されるだけで普通につらい、うん、っていうので、さあ、まあここがカウンターなのでさすがに攻めて、まあ、あと見守っていこう。相手が結構コストを使ったとなので、ザッピーまで使ってましたからね、端前で。ほい、さあ特大ダメージが入っていきますよと。まあそういった火砲が入ったんですけども、まだまだフェニックスは強いかなってイメージがありますね。なんかみんな使ってる気がします。体感です。はい、データは知らないんでわかんないですけど、まあ火力とかだったらね全然まだまだ強いから、まあ個性はちょっとね、弱まりましたね。はい、復活するっていう面白い強みだったんですけども、個性を失ったものの、まだまだメガゴとかと比べると比になんないぐらい強いんじゃないかなと。まあメガゴが弱いだけみたいなとこもある。さあ、で相手めっちゃ攻めてくるんですね。まあこの卵をね、よいしょ、コウモリ行かれるのきつい。さあ、まあ反射でダメージ稼ぎますよと。まあディガポイなんで、まあ守ってちまちま削って、守ってちまちま削ってっていうのが、まあ基本的な立ち回りになるかな。はい、やっぱ今までなんだ、それこそエリゴレとか、まあ、エリジェイとかも、まあ、ものすごいきついっていうか、もうそれによっていなかったと思うんですよ。もうこのメガナイトっていうもの自体がね存在しなかったと思うんですけども、帰ってきましたね。もう僕メガナイト大好きなんでね、よいしょ。で、この卵も確実にねウッドで壊せるっていう、これやばいよね。さあ、でここはロイ来ても低めでしっかり踏みたいですね。このあーめちゃくちゃいい、それは。まあウッド来たら危ない。あと135なので、さすがにポイで勝てそうだけどって感じかな。よいしょ、うん、さあいいですね。ウッドで十分ですね。もうウッドがあるだけでフェニックスに対しては対抗しやすいというか、それこそこれはポイズンも入ってるんで、まあ、ポイズンで相手のフェニックス溶かしつつ、コウモリとフェニックスでチクってすればまだ卵になるんで、ウッド転がせばいい。もう今までこんなデッキはね、もうボコボコにされてましたよ。エリゴレレイジー、エレジャイレイジー、ゴレレイジー、フェニックス、フェニックス、フェニックスつって、もうフェニックスに、お祭りフィーバーされてましたけども、まあ、こうなると、全然戦えるよねと。ポイウッド、まあ、ウッドつつね、樽でもいいけど、相手の奥底をやれるってなったら、めっちゃ攻めてくる。一旦棒ポイの構えでちょっと逃げます。まあちょっと入っちゃうんですけど、まあ、相手のデッキがこれで大体分かりましたね。さあ、呪文がファイボだけのディガーと、あとスケブギャングみたいなやつかな、両方入ってたっけ。まあそんな感じの小物いっぱいわちゃわちゃなので、まあディガポイは刺さるですね。まあ、メガナイトはね、相手がすごい形組んできた、さっきみたいなザッピーとモンクとみたいないっぱいいるときに出してあげるぐらいで、それ以外はね、フェニモンディガー、ゴブコウモリウッドで回すだけでいいかなって気がしてます。まあこれウッド打つかみたいな悩むけど、ちょ。
さあこのフェニックスの卵を一応残していく。うっうっうっ、はい、起き上がれはしないがコウモリが爆刺さりしてますね。いやこれポイントめっちゃいいっすね、マジで。いやマジで全然当たらん。最近このディガーを拾う能力がヘッポコになってる気がする。わかんない、相手のディガーの位置がうまいのかもしれない、全然わかんない。さあこれはタギがディガーに行きます。ポイズンで壊します。フェニックス固まってダメージ稼いで守ります。なあ、もう毎回交互。ああこれはめっちゃいい迫撃ですね。間に合いません。マジメガネタいらねえじゃんっていう話なんですけど、まあ、いらねえんですよ。まあ相手によってはね、やっぱこう出さずにポイ削りとか呪文で削った方がいい場面もあるんでね。さあこれは卵も引きつつポイで削りつつ文句固まって、いやこれマジでずるいよな。なんかディガポイってやっぱディガーで頑張って削る頑張って削る、まあ最近だったらロケとかもありましたけど、あの頑張って削るのがディガポイじゃないですか。もう文句で削れますからね、はい。さあしっかり陸受けだけしとけば頭呪文圏内になるんじゃないのつって、懸命したい。さあポイズン圏内なので耐えて勝ちと。いやマジでこのフェニックスをねウッドで処理できるかできないかっていうのはものすごい違いだと思うんですよね。まあ、相手の陣地に卵生まれるとお前絶対復活するやんってなってもう歌なえるメンタル的に相手の陣地に卵落ちるだけで、いやもう俺の陣地で壊れてくれよってなるんですけども、ああウッドあるからいいやっつって、まあ早めに転がさないとねちょっと迷っちゃうと起き上がっちゃうんで、まあ、打ったるだけでねフェニックス来ても、あーまあ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 、まあ、落ち着ける。フェニックスさえ溶かしてしまえばね、溶かした後が厄介だったのに溶かしてしまえばもう対応できるんで、まあ、今までの個性っていう部分はちょっとねヘッポコになった気がしますね。フェニックスお、あーめっちゃいいフリーズ跳ね返せない。お、いいぞ。うん、まあだから個人的にはというか結構コメント欄でもありましたけど、あのやべ当たんない、あ手前に来た一発、いやめっちゃ強いんだよそれね。やっぱフェニックスの個性がなくなっただけなんで、言ったらただのメガゴの上位互換みたいな、なんでまあ、それなら攻撃速度落とすとか、まあ、火力、まあ、攻撃速度かな、速度速すぎるんで速度落としてなんとかしてくれた方が嬉しかったよねって部分もまあ嫌や。あエレキの位置うまっ、っ低めでポイズン取ると思ってたんですけど、あまだメガナイトの夢ですね。うん、でまあここハルチェとか来た時にフェニックスだと行かれるんで、この間にもディガーで削っちゃいます。残れのーいいウッディ、うん、何か相手の敵もいかついね。ペッカペッカハルチェなんかフェニックス嫌いやん、解放されたのに。まあ、顔されてもまだまだ強いですからね。まあ、ヤンキーゼのね。意外と良かったりするんだ。いや、卵エビも行きたかったんだけど。
さあこれ怪しくなってきました。ハシマイペッカ来て、飛んでくる。そうだ、危ねえ。やべやべ、あさあさあ一旦ついて。フフ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 。邪魔すんなマジで、お願い。どけゴブリン、うい、おい結局強いまあ相手にねウッドがなかったのかな。いや危なかったっすね、俺絶対スケルだと思っててなんかのんきにやってましたわ。はい、気づいたらバルーンでした。気をつけてください。ああいうことがあります。でもまだまだ、まあ、まだまだやっぱ火力高いしね、強いとは思うんですけどね。まあプチ壊れぐらい、うん、今までがもう超絶壊れ SSSSS レア、もうウルトラレア超えの、おお、なんで俺のところにメガナイトないんだよっていう、これクレーム入れた方がいいですね。一旦飛ばしてね。はい、お、なんか勝手に事故りそうだね。さあ相手のキノコは反射で帰ってもらってどっか。いやこれマジで神ウッドになるかもしんない。あー、よくすぎよ。なんでちょっと待って、やばい、お願い来ないで、ロイヤくん、もう一個詰まって。さあまあでもこれは相性いいっすね、今の環境いるリガポイ、迫撃リガポイ、ロイホグ、まあ辺りには勝てるよねっていうのが、まあ、このメガナイトリガポイですね。しかもメガナイトまだ使ってねえから、あいつもまだ気づいてねえんじゃね。マジ暇だな、まあ、自分からメガナイト咲くのヤンキーっす。いやマジこれが強い。なんだこれ、ああタゲが、いやコムリお前天才やな。さあお願いロイグ来ないで、これコスト使いすぎっすね。一緒ならコスト残しとかないとブーが来ますこれ絶対。まだメガナイト強いかな、なんかあそこで一人トイレしてるやついるけど何もなってない、もうただの1コス捨てた人。さあまあコウモリ追加か悩んだんですけどフェニックスにしちゃう。ああもうよかったフェニックスで、相手絶望っすね。ハシマイロイクして5コスからの文句で6コス使ってますから。起き上がれ、いやこういう時にウッド欲しいっすよね。まあまあボーポイすればいい、これ下げた方がいい。全然ボーポイじゃなくてもよかったんですけど、相手ウッドとかクエイクあるんで事故るよりは、まあ、ロイグもう一回来てもうん、お危ない、えちょっと待って危ない、お兄さん、お兄さん、え急にハシマイ攻防強くなるんでしょ。あ、お願い、マジで話やめて。あ、うん、どうすん。いや、マジ、このメガナイト、幸せっすよね。マジ、メガナイト僕大好きなんで、これいつも、なんかまあ、辛い時期が来るんですよ。まあ、メガナイト枯渇の人と一緒にはね、できないんですけども、メガナイト枯渇使いはね、もう一生、うわー、エリゴレ出てきた、エリゴレ、何この新カードっつって、もう守れるわけねえじゃんって悲しくなりながら、エリゴレが弱くなったと思ったらエレジアイ出てきて、あ無理に決まってんじゃんっつってと思ったら、今度またあのフェニックス出てきて勝手にエリゴレエレジアイ流行って、だから一生辛いマジで、いや何でこれ使えばな、本当にすごいと思います。うん、あんな神経使うデッキ使って大型にねかまされて辛い運命を辿ってるに、まあやや近いのがねやっぱメガネと同士っていうわけで、あーもういやメガネと枯渇じゃないけど、
さあこれ、ああ豚がいいのかやつ、はい、っていうので、まあ、メガナイトはね定期的にやっぱ苦しいんですよ。ロイジェイ、エリジェイ、エリゴレ、ゴレ、まあ大型系がね基本辛いので、まあ型にもよるけど、僕の使うメガナイトの型だとちょっとね環境持ってきてくれるだけで嬉しい。んー、なんか相手のデッキ多いなぁ。なんかその対空枠みたいな。ロイかなぁ、これ。何なんだろう。あ、ロイっぽいっすね、マジ。まあ、一応踏んであげて。じゃあ相手のフェニックス早く取ってくんねえかな。暴れすぎじゃん、帰ってくるかな。いや後ろに、まあ一旦防衛っすね。なんか危ないっすね相手のデッキ。なんか事故ったらワンパンされそうだけど、まあポイズンがあるのはええ話っすね。まあトリトンいて、トリトン3種類ザッピーマザネク勝ちいな、勝ちいな。え、強っ高め攻防。お、相手やってるぞこれ。来た。いや強いって。でもえ、それでそんな守れちゃダメだよ。あ、待って、しかもミスった。え、相手結構グダってたな。いやこれマジであるぞ、相手結構甘えてるっすからね本当に。まあ一旦よし、マジであるぞこれ。耐えろ。いやだやだ、豚のダメージダメマジ。あ、それマジ強い。起こしたい俺の友達。うわ、俺の友達起き上がらん。うっ、まずい、来る、来ない、来た。いやでも友達お帰り、よしお帰り来たっけ。一緒、いやコウモリ無双してるずっと。いやその位置うまい。いやでもこれ文句で固まって、あかった。あーまだない、危なすぎるさ。いやこれでも勝てたのでかいんじゃない。普通に怖かったな。まあでもなんかやばそうだったらしっかりボーポエ張って、まああとはゴブリンとコウモリ火力は高いので、そうこういうなんか呪文に弱い、ザップだけで死によう、ゴブリンで、あのゴブリンウッドだけで死にようみたいな、こういうカードってやっぱ呪文でワンパンされるほどの高火力を、まあ、金備えてるっていうことなので、だからメガネがないんだよ今。よいしょ、できるだけねなんかいっぱい出して頑張っとけば止まります。さあマジででけえな今の勝ち。さあ相手は老翼なんで、まあゴブリンとなぜ固まらないんだろう今俺。ボタン押してねえからか。
もったいないですね。多分文句ってね、まあエリアで取られてる場合はあれですけど、基本的に塊毒だと思うんで、200ぐらいダメージ稼げるんで、まあ200かってなるか。ちょマジ一回冷静に、本当にやっぱピンチな時はその相手のタワーに与えるとかね考えたらダメ。あーマジこれずるい。まあでもこれなんかかすってね、ポイズンで、ふっ、いいよ。さあでこの後はもうフェニックスつけてなんですけど、フェニックスいないんで、どうせこの辺にロケット押しを出したいだろうな。ロケオの竹を、うわーめちゃくちゃうまいそれ。でも陸ギガ、ディガ、うい、いやこれ禁忌したいね、さすがに。いやー来るよね、やっぱ禁忌でコスト使ってるので、そのタイミングをしっかりね理解してるっす。ここはでもゴブリンまで行きたい。ゴブリンプランだったんだけどな。さあさあさあ、まあ、ダメージリードされましたけども、これはね全然いいっすね。キング起動できてるんで、近畿できてなかったらちょっと焦りしたけど、うん、これやべえかも、無理した。さあでかいな反射で。俺の気をつけることはメガナイトのね呪文っていうかコストだけは残しておかないといけないですね。こいつ打ちたいんですけど、そうっすね。あーてか卵に打っとつの忘れてた。うん、これやばい、うまい。うん、あぶねえ。さあ危ないぜ。よかったー、これメガナイト、メガナイトいなかったらもう本当にぐっちゃぐちゃにされてましたね。さあマジで環境にも刺さってる。何が出るかな、またネク、オワコンスパでした。さあというわけでこちらね、メガネとジガポイ、皆さんもやってみてください。まあフェニックスはまだまだ多いんじゃないかなというわけで、まあウッドだったりタルだったり、まあそういったカードをねぜひ入れてやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。